ラフォーレイは、イギリス海軍の駆逐艦であり、L 級となる。艦名は、戦列艦、スパルティエイト直任艦長として、トランファルガーの海戦に参加したフランシス・ラフォーレイに、ちなむ。ラフォーレイの名を持つ艦としては、初代 L 級駆逐艦のネームシップであった先代、ラフォーレイに続き二代目。ラフォーレイは1937年度計画に基づき、 1938年3月31日にグラスゴー、スコッツタウンのヤーローシップビルダーズに発注された。1939年3月1日に同警官ランスと共に寄港。1941年2月15日浸水し、1941年8月26日に収益した。海軍本部から支給された兵装や通信機器といった 装備品を除くラフォーレイの建造費は445,684ポンドであった。L 級駆逐艦の内前機立て造艦の4隻は、手砲の生産が間に合わずに変わって、QF4 インチ砲、マーク、ザビを装備したが、ラフォーレイは、計画通りに単独不業式、最大業角50度の QF4.7 インチ砲、マーク、クシーを搭載していた。また、 対空兵装強化のために、ラフォーレイを含む後期立て増艦は、後部魚雷発射艦に変えて、QF4 インチホーマーク V1 機を搭載していた。収益後のラフォーレイは、本国艦隊第19駆逐艦船,船隊の共同艦として活動したが、その直後に地中海での任務へ再配置されることになった。ラフォーレイは、H 部隊へ配属後に、ハルバード作戦で、 マルタ島への輸送作戦に参加した。敵機の激しい空襲にもかかわらず、輸送船団は9月28日にマルタ島へ到着することができた。ラフォーレイは X 部隊の艦艇とともにジブラルタルへ帰還した。10月にラフォーレイは高級的に H 部隊に所属することになり、船団護衛と紹介における護衛任務に従事した。 U-81 からの雷撃を受け傾斜しつつある、アークロイヤルに救助のため接近しつつある。1941年11月13日撮影。11月10日に、ラフォーレイは、駆逐艦、ライトニング、リージョン、シーク、ツール、グルカ、オランダ海軍のイサークスウェールズと共に、 戦艦マレーや空母アークロイヤルとアーガス、軽巡洋艦ハーマイオーニーを護衛して、マルタ島へハリケーン戦闘機を輸送するパーペテュアル作戦に参加した。しかし輸送成功後にジブラルタル液島中だった11月13日、アークロイヤルがドイツ海軍の潜水艦 U-81 に来撃されてしまった。ラホーレはアズリックに疑わしい反応があったものの、 アークロイヤルが被弾するまで数度の対戦攻撃は失敗に終わっていた。その日の終わり、ラフォーレイはアークロイヤルに寄り添い電線を渡してダメージコントロールに必要な電力を提供した。最終的に復旧活動は身を結ぶことなく、翌日アークロイヤルは沈没したためラフォーレイはジブラルタルに帰討した。ラフォーレは11月にオーシップウィークのキャンペーンに参加し、 ノーザンプトンの市民に割り当てられた。ラフォーレイは1942年1月中をジブラルタル海峡を通過しようとする有望と迎撃のために実施され始めた対戦商会活動に参加して過ごした。1月18日にラフォーレイはヘスペルスと共同で U-93 に爆雷攻撃を加えた。2月から3月にかけては大西洋を行く。 輸送船団の護衛やマルタ島へ航空機輸送を行う空母の護衛に従事している。4月1日にラフォーレイは H 部隊から分離され、大西洋での艦隊護衛と船団護衛のためにフリータウンへ向かった。船団と共にケープタウンへ4月18日に到着したラフォーレイは、今度は船団をダーバンへ護衛して4月22日に到着した。4月28日、 ラフォーレイは、インド洋西部マダガスカル島への上陸作戦である、アイアンクラット作戦の支援のため展開した。ラフォーレイは5月2日に、沿岸へ、艦砲射撃を開始し、それから5月4日に駆逐艦アンソニーと、ライトニングとディエゴスアレス上陸の予定地点へ至る、航路に、目印となる部位を付設した。翌日、ラフォーレとライトニングは、揚陸艦艇を港へ先導し、 砲撃支援を行った。5月6日、ラフォーレイと同系艦、ライトニング、ルックアウトは戦艦ラミリーズを護衛して付近で報告された日本海軍の艦艇捜索に当たった。5月7日にラフォーレイとアンソニーは海兵隊の上陸を援護し、翌日以降はラフォーレイとルックアウト、ライトニングの3隻が東洋艦隊に配属されるため作戦から離れて、 コロンボへ出発する5月27日まで対戦紹介に従事した。ラフォーレイは6月23日にモンバサへ向かうまで同月を東洋艦隊で過ごし、主として演習と構成的な創作活動を行った。7月1日のモンバサ到着後、ラフォーレイはまず南大西洋で戦乱護衛と通称破壊艦の創作活動を行う。七月十九日にラフォーレは 任務から離れ、再び H 部隊への配属が決まった。数隻の主力艦と共に、アフリカを離れ、ラフォーレイは8月初めに、ジブラルタルへ着いた。8月9日に出撃したラフォーレイは、海上封鎖によって、深刻な物資不足に陥った、マルタ島を救援する、大規模輸送作戦ペデスタル作戦の護衛艦艇に、加わる。8月10日に、ラフォーレとルックアウトは、 マルタ島へ、スピットファイア戦闘機を輸送する、空母フューリアスの護衛に着いた。だが、8月11日に、空母イーグルが来撃されたため、2隻はフューリアスから、離れ生存者の救助へ向かった。ラフォーレイとルックアウト、そして、救難衛星1隻は、イーグルの生存者927名を救助した。生存者を、駆逐艦ケッペルに移した後、 ラフォーレイは再び戦団の護衛に戻った。その日の午後、ラフォーレイとフューリー、フォアサイトはイタリア海軍の潜水艦ブリンに対して攻撃を加えたが不成功に終わった。翌8月12日、戦団は激しい空襲にさらされた。損害を避けるためラフォーレイと数隻の両艦はシチリア海峡に到達した際に戦団から分離し、8月14日まで 現場海域に留まった後に翌日ジブラルタルへ帰島した。だが次の日には、ラフォーレイは新たなマルタ島への戦闘機輸送のため、フューリアスと軽巡洋艦カリブディスを護衛して出撃した。部隊は8月18日に戻り、ラフォーレイは8月21日からジブラルタル沖合での対戦紹介に従事した。9月4日にラフォーレイとルックアウトはジブラルタルへ入港する。 小船でインスターの護衛を行う。それから、ラフォーレイは改藻のためサウザンプトンへ向かい9月17日に到着10月と11月の大部分を改藻工事に費やした。改藻完了後はスカッパフローでライトニングと改藻後の大やけや完熟訓練を実施した。2隻はリバプールからジブラルタルへ向かう兵員輸送船ダッチェスオブアトールを護衛しながら ジブラルタルへ到着した。12月21日に KMF5 戦団を護衛中だったラフォーレイとライトニングは有望というマイナス562に来撃された兵員輸送船ストラシャランの救援活動に参加している。ラフォーレイはストラシャランの乗員を救助し船体を栄光したがオラン到着直前に沈んでしまった。1943年の初め ラフォーレイと船体の両艦らはボーヌで旧部隊に配属された。部隊の艦艇は激しい空襲を経験し、ラフォーレイは1月6日に空襲で火災を起こしたタンカーブリティッシュメタルを撃沈処分しなければならなかった。ラフォーレイは2月から3月にかけて会場の総統と戦護衛を続けた。4月28日にラフォーレイとターターは 6隻の S ボート及び1隻の潜水艦と交戦することになった。ラフォーレイラは S ボート1隻を体当たりで沈め、2隻に損傷を与えた。この戦闘中にラフォーレイは艦首層に大きな損傷を負った。5月に入るとラフォーレイラ級部隊はドイツアフリカ軍団の敗北に伴ってボンミサキから脱出しようとするドイツ軍部隊を乗せた。 船舶の捜索任務に就く。5月8日に、ラフォーレイとターターは、商船2隻を打歩することに成功した。ところが、翌5月9日、ラフォーレイは、沿岸砲台からの砲撃を受けて、機関室に砲弾が命中した。ラフォーレイは、大きな損傷を負った他数名の負傷者を出し、修理のため、マルタ島へ向かわざるを得なかった。修理完了後に、旧部隊へ戻る途中、 ラフォーレイはプレーン島を調査し、そこで23名の敵兵を発見して、直ちに捕虜にした。旧部隊へ復帰後、7月23日には敵の補給線を撃沈している。6月にラフォーレイはパンテレリーアジ前の上陸作戦であるコークスクリュー作戦に参加し、敵陣地への砲撃に従事した。続いてアレキサンドリアへ向かい、ハスキー作戦で、 シチリア島に上陸する部隊を乗せた船団の護衛を行った。7月9日の上陸で支援砲撃任務に従事した後、8月15日にハロルド・アレグザンダー大将とアーサー・カニンガム中将、バート・ラム・ラムゼー中将がラフォーレイに上艦し、アウグスタへ運んだ。7月を通してラフォーレイは艦砲射撃任務と対戦紹介任務に従事した。7月23日に ニューファンドランドが来撃された後、ラフォーレイは、エクリプスと共に、イタリアの潜水艦アシアンギーの捜索活動に加わる。アシアンギは2本の魚雷を、ラフォーレイに発射したが両方とも外れ、ラフォーレイとエクリプスは、反応があった付近に5度の爆雷攻撃を加えた。アスアンギは、浮上を余儀なくされ、すぐに、ラフォーレイからの激しい砲撃を浴びて撃沈された。 一名の生存者が救助され、沈めた潜水艦がニューファンドランドへ4本の魚雷を放った艦であると確かめられた。8月にラフォーレイはイタリア本土されるのへの上陸作戦アバランチ作戦に参加し、8月21日からラフォーレイと4隻の駆逐艦はメッシュ海峡の総統任務を開始する。それから上陸部隊を乗せた船団の護衛と上陸援護を、 行ったが、8月9日の沿岸砲撃中に、反撃を受けて5発の命中弾を受けた。これにより、ラホー霊は、戦士1名、負傷2名を出し、ボイラー室の一つが機能を失った。しかし速度は落ちたものの、当面の作戦行動を継続した。ラホー霊は、マルタ島で10月半ばまで修理を行った後に、イタリア沿岸の紹介に戻った。11月1日に、 ラフォーレイはマルタ島からナポリへ2隻の商船を護衛し、2日後にはアウグスタへ軍用船団を護衛した。11月5日にはアウグスタ北東で座礁したアメリカ船を救援し、栄光した後に給油のためマルタ島へ向かった。ラフォーレイは11月と12月の大部分をマルタ島で過ごしたが、12月23日にはイタリア沿岸へ戻った。 12月25日にラフォーレイはレーダーで2隻の S ボートを発見して攻撃のため移動したが S ボートはその後レーダーから消えて逃れていった。以降は沿岸砲撃任務が続いた。ラフォーレイは1944年1月4日にコルシカ島沖を紹介した後ナポリ湾へ向かった。1月6日にリバティ戦の残骸を沈め翌日にカプリ島沖で 救命ボートの捜索に充てられた。1月18日には、軽巡洋艦オライオン、駆逐艦、ジャービス、ジェーナス、フォークナーと共に、ガエタ周辺の目標を砲撃している。一連の活動中に、ラフォーレイラは空襲や沿岸砲台からの砲撃を受けた。ナポリで補給後、ラフォーレイ、ロイヤル、ジャービスは、アンチ用に上陸する、シングル作戦の戦団を護衛する。 1>, 1月22日にラフォーレイトロイヤルは強襲部隊を P 上陸地点へ引いた。ラフォーレイは沿岸に止まり支援砲撃と敵機の空襲からの防空援護を続けた。1月23日にラフォーレイは誘導爆弾 HS-293 を受けて沈んだ JNAS の救援活動を支援する。1月29日には同様に誘導爆弾で沈んだ。 軽巡洋艦スパルタンの生存者救助を行った。ラフォーレイは2月に第14駆逐艦戦隊へ移り、2月18日にフォルミカ島を砲撃する。さらに2月25日にはフォークナーと共同で S ボートの迎撃を行った。しばらくの間、ラフォーレイはサバウリアに座礁した戦車用陸艦の救援を行ったものの、うまくいかなかった。ラフォーレは フォークナーの元へ戻り、共に潜水艦と思われる反応に対して、爆雷攻撃を行った。2月26日に2隻の元へ、駆逐艦、ラマートンとハンブルドンが加わる。対戦紹介中だったラフォーレイは、音響追尾巨雷による攻撃を受けたが、巨雷は、ラフォーレイの鉱石の中で爆発したため難を逃れた。2月27日にはさらに2隻の駆逐艦が加わり、 対戦紹介任務は翌日にナポリへ帰投するまで続いた。ラフォーレイは2月25日にアンチオ沖で誘導爆弾に沈められた駆逐艦イングルフィールドの生存者を乗せてナポリへ向かった。ラフォーレイはナポリへ戻った後、1944年3月9日から19日までアンチオ沖で支援砲撃と紹介を続ける。 3月24日に再度アンツィオ沖へ戻り、駆逐艦グレンビルと共同で夜間迎撃と対戦紹介に従事した。3月25日には2隻のレーダーで発見した数隻の S ボートと交戦している。ラフォーレイはナポリへ戻り、3月28日にイタリア西岸での新たな紹介を行う。翌3月29日、パレルモ北方沖で、 ラフォーレイは、駆逐艦チューモルト、タスカン、アーチン、ハンブルドン、ブレンカスラと共に潜水艦 U-223 を攻撃した。U-223 は、通常の対戦紹介を行っていた駆逐艦アルスターに発見され、3月30日まで何時間もの間激しい爆雷攻撃を加えられた。U-223 は浮上し、 1400メートルの距離からラフォーレイらすべての駆逐艦が集中砲撃を加えた。しかし U-223 は自らが沈む前に3本の音響追尾魚雷を発射した。放たれた魚雷はラフォーレイに命中し、ラフォーレイは合沈した。それから間もなく U-223 も沈んでいった。ラフォーレと U-223 の生存者は、 ブレンカスラ、ハンブルドン、そしてチューモルトに救助された。ラフォーレイの乗員247名のうち生存者は65名で、あり、艦長圏第14駆逐艦船隊司令、H アームストロング大佐を含む182名が、戦死した。 マルタコンボイス戦1942アトランティック1942ディエゴスアレス1942シリー戦、1943ソラナンバーワン943メディテルニアン1943の44アンツヨ 1944? ありがとうございます。